このハンドスティックは動かさずに、ハンドスティックの上にセンタースティックを持ち上げます。こんにちは、ジャグリングパフォーマーの将軍です。今回はデビルスティックの基本技、層のやり方について解説します。この動画はデビルスティックの基本技を解説するシリーズの4本目の動画となります。過去の動画は概要欄に再生リストがありますので、そちらからご覧ください。プロペラをできるようになって次の技に挑戦してみたい方、層を練習中だけれどもどうやって練習したらいいかわからない方は、ぜひこの動画を見て練習してみてください。それでは解説始めていきます。どうぞ。まずはお手本をご覧ください。ソートはこのようにセンタースティックを体の前で両手を使って回転させる技です。でこの回転する様子が、回転するノコギリのように見えるところから、ソーという名前が付けられました。ソーには2種類回転方向があって、前回しとこの前回しと後ろ回しの2種類があります。両方ともできるようになると、次の発展技が練習しやすくなりますので、ぜひ両方とも練習してみてください。それでは層の練習方法について解説します。まずハンドスティックは、ハンドスティックの中心を握り込むような形、この位置でしっかりと握ります。そしてお腹とハンドスティックを使ってセンタースティックをこのような形で立てかけます。この時ハンドスティックが触れる位置はセンタースティックの中心より下側です。次に反対側のハンドスティック、これをこちらに持ってきて、このハンドスティックは動かさずにハンドスティックの上にセンタースティックを持ち上げます。すると左右が反転した形になります。先ほどと同じことを同様に行います。右手のハンドスティックの上に左手を使ってセンタースティックを持ち上げる、持ち上げる、これを繰り返していきます。最初は半回転ずつお腹で止めてしまって問題ございません。徐々に回転に慣れてきたら体から離して回転を行うようにしてください。この時ハンドスティックの動かし方にポイントがあります。ハンドスティックの動かし方はこのように平行に動かします。自転車のペダルを漕ぐみたいな形ですね。ハンドスティックの先だけこう動かすわけではなくて、平行に動かすように注意して練習してみてください。続いてよくあるミスとその改善方法について解説します。一つ目は早く回転させすぎてしまうというミスです。このように層を回していって徐々にスピードが上がっていって前に落ちてしまうというミスがあると思います。このミスはハンドスティックを持っている手がですね、力みすぎていることが原因です。層の回転は実は思っている以上にゆっくりした回転で問題ありません。ゆっくりした回転を行うためにはこのハンドスティックでこのセンタースティックの重みを感じながらこう半回転ずつしっかりと回転をかけることが大事です。この時ハンドスティックでセンタースティックを触れる位置はセンタースティックのできるだけ中心を触れるようにしてください。
2つ目のミスは顎にぶつかってしまうというミスです。例えばこのようにですね、そうを回していて徐々にこの回転が体にぶつかって止まってしまう、お腹にぶつかることもあれば、こういうふうに顎にぶつかって止まってしまうことがあります。このミスはですね、このセンタースティックを回転させている位置が体に近すぎることが原因です。そもそもこの回転をしない状態でこのように持ってですね、センタースティックを水平な形で持って体から距離を取って、この位置を腕で覚えましょう。この腕の形を覚えて、この状態から走を始めてみてください。ここから回転をさせて、でこの時背中はしっかりと伸ばして顎を引いて走を行います。なので正しい姿勢で適切な距離をとってセンタースティックを回転させるというのを心がけてみてください。続いてのミスは、このように走をやっているときにハンドスティックでセンタースティックを挟んでいる位置、これが中心から外側にずれてしまうというミスです。このミスは片方のハンドスティックとセンタースティックが常に触れた状態で走を行ってしまうことが原因です。このような形で回転がついてしまう。走は毎回半回転ごとにハンドスティックとセンタースティックは離れます。よく耳を澄ませるとハンドスティックとセンタースティックが触れる音が半回転ごとに聞こえます。このように半回転ごとに毎回ハンドスティックを離してゆっくりと回転をかけて練習してみてください。続いて走の発展技を紹介します。一つ目はエジプシャンバズ走です。エジプシャンバズ走はこのハンドスティックの小指側を使って走の回転を続ける技です。このように連続で行うこともできます。二つ目はアラウンドザワールドです。この技はプロペラと走を組み合わせた技で、センタースティックの回転の方向を維持させたまま自分自身がセンタースティックの周りを回る技です。続いてフィギュアエイト走です。フィギュアエイト走はハンドスティックの小指側を使って行う技です。次にフィッシュテールです。フィッシュテールはこの層の回転面のまま片手でハンドスティックに回転をかける技です。連続でもできます。層の発展技は他にもたくさんあります。走がある程度できるようになったらぜひ挑戦してみてください。今回紹介した技の中で詳しく解説してほしい技があればぜひコメントで教えてください。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回は両手を使ってセンタースティックを体の前で回転させる技走について解説しました。このチャンネルではデビルスティックの技の解説や
ジャグリングに関する情報をお届けしています。またオンラインレッスンもやってます。マンツーマンで教えていますので、ぜひ気になる方は概要欄からチェックしてください。この動画気に入っていただいたら、チャンネル登録、ツイッターのフォロー、そして高評価、ぜひよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。またねー。